この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物。今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもし、町山さん。もしもし。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします。どうもどうも。先週アカデミー賞の振り返りをして、はい、まあ、中国系の人とか韓国系の人とかフィリピン系の人とかが賞、まあ、受賞したと話をしたんで、ちょっとその続きをさせてください。はい、はい、あの、言い忘れてたんですけど、インド映画が入ってたんですよ。ほうほう。実は、うん、白色賞にね、うん、その話をちょっとしたいんですけど、はい、その前にね、ちょっとね、ミナリがね、はい、ミナリって映画がね、あの、アメリカに行った韓国系移民の物語で、うん、セリフの半分以上が韓国語だったんですけども、はい、こうアメリカ映画として認められたんですけどね、はい、日本でもそういう映画ができてですね、うん、まあ、あの、先週から公開かなって、海辺の彼女たちっていうのがあったんですよ。うん、はい。藤本明雄さんという人が監督なんですけど、これがね、ベトナムから来た技能実習生の、はい、人たちの話で、うん、その、セリフの半分以上ベトナム語なんですね。うん。で、まあ、技能実習生っていうのは、今問題になってる、その、技能実習生という名目で来るですね、うん、まあ、最低賃金労働者の人たちで、うん、技能とか言いながらも本当に単純労働しかさせてもらえないし、うん、で、しかもなんかブローカーに100万円とか払ってるんですよね。そうそう、そういうニュースも聞きますね。うん、そう。で、こっちで働いて最低賃金で働いている間、その住み込みの、実費とかも全部そこから抜かれて、うん、最初の100万円というのは借金になってるんですよね。あ、そう。それでもうほとんど何ももらえないで、うん、で、仕送りもしなきゃなんなくてっていう、もう、まあ、ボロボロのですね、まあ、奴隷労働の実態がいろいろ、まあ、暴かれて問題になってますけどね、うんうん、その人たちを描いている映画が海辺の彼女たちという映画なんですけど、うん、これなんかベトナム人の人たちのベトナム語の話だけど、これは紛れもなく日本映画なんですよね、うん、そうね。うん、現在の日本の現実を描いているんでね、はい、だからそういうなんていうかね、幅は、まあ、日本の映画でも広がっていってるし、やっぱりね、移民の人たちじゃないってことになってるけど、移民労働者ってことじゃないことになってますけど、日本は、うん、一応、うん、技能実習でもこれだけ少子化が進むと、もう最低賃金のその労働の部分っていうのものは外国の人に頼らざるを得ないっていう現実があってね、うん、だからもうこういうものをアメリカのっていうのは移民国家だからだって言ってらんないことがね、起こってきてるんで、まあ、ぜひ、はい、うん、まあ、その海辺の彼女たちは今ね、ポレポレ東中野で公開中なんで、まあ、見ていただきたいなと思うんですが、うん、はい、で、ちょっとインド映画の話に戻りますと、はい、はい、もう日本で公開されちゃった映画でね、ホワイトタイガーっていう映画がありまして、うん、これネットフリックスでね、もう見れるんですけど、1月から見れるんだったのかな、はい、これがこの間のアカデミー賞でね、ひっそりと脚色賞候補に入ってたんですよ。脚色賞、はい、でもね、あの、誰もなんていうか話題にしなかったんで、でその話をしたいんですが、これ結構すごい映画なんですよ、うん、はい。で、まあ、ご覧になってない方はぜひ見ていただきたいんですけども、はい、これ、ホワイトタイガーってのは白い虎っていう意味ですけど、うん、白い虎って、こう、ものすごい低い確率で突然生まれるものらしいんですよね。うん、はい。すごく珍しいんで、これ、この話の主人公のバルラムという少年はですね、まあ、最初少年出てきて大人になるんですけども、うん、ものすごく頭がいいんで、うん、ホワイトタイガーって呼ばれるんですよ。うん、子供の頃に。神道、そう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 、呼ばれるんですけど、うん、で、彼は現在は大人になってからはですね、そのインドのシリコンバレーと呼ばれている大都会の、そのベンガルールという町でですね、大企業を経営する億万長者になってまして、で、中国の首相にメールを書いているんですね、うん、ビジネスしましょうっていう、うん、で、そのメールの内容が映画になってるんですよ。うんうん、で、中国の首相、閣下、陛下、閣下か、うん、私はインドの最貧困層の生まれで、実は小学校にも行ってないんですと、うん、ね、その自分がいかにしてこれほどの、まあ、大富豪に成功したのか、うん、それをお話しますって言ってメールに打っていくっていう話なんですね、うん、インドってやっぱり
貧富の差がすごいからこういうサクセスストーリーの映画多いんですよね、うん、だからアカデミー賞の話だとアカデミー作品賞を取った映画がね、うん、ありますけども、スラムドッグミリオネアっていう映画で、はい、これも完全にインドで撮られたイギリスのスタッフによる映画でしたけど、うん、これクイズ番組にで勝ち抜いてね、うん、ミリオネアになるという話でしたけどね、貧乏な少年が、うん、というかホームレスの孤児の少年がですね、うんうん、はい、でこのホワイトタイガーのバルラムはね、私はこんなにお金持ちになったのはクイズ番組で勝ち抜いたからではないですよとか言ったりするんですよね。ああ、ちょっとそこ皮肉って入ってるんですね。そう、うん、スラムドッグミリオネアのこと言ってたり、うん、あとここで紹介したんですけどパッドマンという映画もあって、うん、それはそのインドでは、そう、はい、生理用品をね、そうです、うん、インドでは高い輸入品しかなかった生理用ナプキンを、うん、そのインド国内で、生産して大成功した実在の人物の話でしたね、うん、はい、あときっとうまくいくっていう映画もあった、これも、はい、これはすごい好きな映画、はい、いい映画でね、はい、やっぱり貧乏なね、うん、少年たちが青年たちがその工科大学でね成功を目指すっていうね、うんうん、話でしたけど、はい、やっぱりねサクセスストーリーが多いんですよ、貧富の差がすごく多いから、うん、ね、でそういう映画で主人公たちはこう逆境にもめげずに一生懸命働いてね、うん、あとは頭を使ってね、ね、なんかちょっと痛快だったり明るいとこもあったりしてね、そう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 、そう、辛いことがあると歌ったりね、そう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 、踊ったりしてね、うん、踊ったりするんですけど、はい、はい、でこのホワイトタイガーのこのバルラもめげない少年でですね、その逆境にね、うん、でお父さんがまあ人力車引っ張る人だったんで、で地元のまあ大金持ちの大地主の運転手になろうとするんですよ、うん、はい、うん、でまあこのバルラも頭の良さとか機転が効くんで、口八丁手八丁でこういろいろおべっか使ったりいろいろしてですね、うん、その運転手の職を掴んで出世していこうとするというね、うん、だから豊臣秀吉みたいなところあるんですね、おー、なるほど、はい、うん、豊臣秀吉も最初ね、もう本当の、まあ、織田信長のね、うん、草履の番から、ね、はい、のし上がったわけですからね、うん、はい、で実際にこのバルラムはその雇い主の足にねこうひざまずいてこうなんていうのキスするみたいなことをしたりするんですよ最初に、もうねすごいの、その辺がねものすごい超格差の世界でね、うん、で住み込みで働くんですけど、その寝床はね地面に直接置いたマットの上に寝るしね、うん、でね月給はね月給ですよ、うん、4500円とか言ってるんですよ、月給が、うん、でそこから家族にね仕送りするんですよね、うん、でそれだけじゃなくてねこう雇い主たちは彼に触ろうともしないんですよ、うん、汚れるからみたいな感じで、そう、うん、でたまに触るときは殴るときなんですよ、うわ、そうで、ところがそこにですねその地主の次男のアショクっていう、まあ、お坊ちゃんがですね、うん、経営を継ぐためにねニューヨークの留学から帰ってくるんですね、はい、ニューヨーク留学してたんですよ、うん、でニューヨーク生まれのインド系のアメリカ人の、まあ、奥さんを連れてですね、帰ってくるんですけど、この夫婦がですね、アショクとピンキーって、奥さんピンキーって名前なんですけど、うんうん、はい、2人がねこう身分差別が一応ないアメリカで育ったんで、うん、このバルラも人間扱いしてくれるんですよちゃんと、でこうアメリカンチックにねこうなんていうか握手してくれるし、うん、ナイスガイなんですねこのアショクは、うんうん、次男の、はい、で旦那様とか言うと、いやそんな呼び方しないでくれ、アショクと呼んでいいよとか言うんですよ、で奥さんのピンキーの方も、あなたはそんなに卑屈にならなくていいのよ、私たち同じ人間なんだからっていう、こうアメリカンな感じでね、うん、アメリカには差別とかないのよって言ってね、うん、そう優しくしてくれて、うん、で彼らとの間にこう身分を超えた友情が芽生えていくわけですよ、うんうん、で彼らもそのバルラも頭がいいねって感じで、うん、でビジネスやろうみたいな話になってくるんですね、うん、でそうするとこうなんか秀吉と信長みたいな関係になるのかなと、うん、こう思うんですけど、うん、そのここまで聞いてると、なんか今まで紹介したような普通のインド的なサクセスストーリーのように聞こえるんですよこのホワイトタイガーっていうか、確かにね、うん、アショコにちょっと引っ張ってもらってって、うん、そうなんですよ、でコメディチックなところもあるんですけども、うん、ただねこの映画ね決定的に違うんですね、うん、そのまず歌や踊りがないんですよ、インド映画なのに全然ないんですよ、うん、
で、あとね、そういう豪華な金持ちの生活が映ってるんですけど、うん、まあ、高級マンションとかね、うん、必ずその下のところの道路で暮らして、裸足で暮らしてる路上生活者の人も一緒にカメラに入れるんですよ。それってこの、なんていうか、歌って踊って楽しいインド映画にが映さないものを映すんですよ。ああ、そっかそっか、うん。貧しい人たちを。うん、その高級なそのホテルリゾートみたいなところのに、実は下のところにもう物乞いしてる人たちがいるみたいなことを一緒に映すんですよ。うん、で、あとね、このバルラムね、歯を磨くということを知らなかったんですよ。貧しい人は歯を磨くってことを知らないんです。そうなの？うん。これ原作の小説があって、インドで生まれてオーストラリアで大人になった人が書いてるんで、その辺は本当みたいなんですけどね。うん、でただね、これ原作が僕読んでないですけど、脚色賞にノミネートされた。で、どっちの力か分かんないんですけども、とにかくね、先の予想が全くつかない映画なんですよ。うん、あのね、うん、このまずね、バルラムに優しくしてくれるその次男の奥さんのピンキーはですね、うん、すごく優しいんですけど、すごく困る人なんですよ。ん？アメリカから来たから、うん、インドの人と違って服の露出がちょっとあれなんですよ。ああ、ちょっと強めというか激しめに露出が、そう、はい、こう胸の谷間とかよく見えちゃうんですよ。あ、平気なんですよ、アメリカ平気だから、うん、とバルラムはものすごいショックで、わーって感じで目をこう覆ったりするんですけど、うん、それで見ちゃったの、どうしたのお前とか言われるんですね、アショクに。うん、そうすると、いやいや、なんかちょっとすごい聖なるものを見たんで、あ、そこにある木がですね、ブッダが悟りを開いた木なんですよとか言ってごまかすんですよ。ね、そう、どこどこってまたピンキーが身を乗り出して、またおっぱいがよく見えるんで、うん、あーってまたやると、いや、そこのところにあるのが、みたいな感じで、そう、聖なる川ですとかなんか言って、ごまかしたりした。その辺コメディなんですけどね。うんうん、はい。で、ある日、その、まあ、パーティーに次男夫婦が行くんで、その送り迎えで、バルラムが車を運転していくんですけど、うん、その、酔っ払った二人が、帰りの車の中で突然ですね、夫婦活動を始めちゃうんですよ。そう、うん。で、旦那の方は、バルラムが見てるからやめようよって言うんですけど、うん、その奥さんのピンキーちゃんはですね、別にいいわよって言うんですね。あらららら。これはショッキングで、実は彼女もバルラも人間として見てないことがそこでちょっと分かっちゃうんですよ。そういうことですね。そう、うん。で、それだけじゃなくて、このピンキーはその酔った勢いでバルラムのその運転を取っちゃって、ハンドル取っちゃって、うん、で、路上生活者の子供を引き殺しちゃうんですよ。え？そう。で、この地主一家は、このバルラムを引き逃げ犯にしようとするんですよ。うわぁ。で、うん、こっからどうやってバルラムが大企業の経営者になったのかってことなんです。本当ですね。こっから先はもう全く予測不能の展開が延々と続くんですよ。これすごいんですよ。全くわけはわからないんですよ。どうなんのこれっていう。でね、これね、監督と脚色はね、ラミン・バーラニという人なんですけども、うん、この人ね、イラン系のアメリカ人なんですね。あ、インドの人が撮ったんじゃなくて、うん、インドじゃないんですね。うん、で、この人ね、アメリカの大学を出て映画を作り始めた人なんですけど、常にアメリカンドリームの闇とかね、格差社会を描いてきた人なんですよ、ずっと。そう。で、この人すでにハリウッド映画もちゃんと撮ってるんですよ。うん、ハリウッドの俳優たちを使って。はい。で、それがね、結構すごい映画で、ドリームホーム 99% を操る男たちという映画をこの前撮ってるんですね。うん。これがね、ものすごい映画だったんですよ。うん。これね、2008年に、アメリカでサブプライムローンが崩壊して金融危機が起こった時があるんですね。はい。リーマンショックと日本では言われてますけど、うん、そのもう、まあ、ひどいローンを銀行とかローン会社がガンガン貧しい人たちに組ませて、うん、金貸し付けといて、それで、まあ、返せないってなると、うん、その人の家であるとか財産奪っちゃうというね、うん、そういうひどいことがあったんですけども、はい、で、これ主人公がですね、
アンドリュー・ガーフィールド君というですね、まあ、スパイダーマンシリーズに出た彼なんですけど、彼が若いお父さんで、それで、まあ、銀行からの借金を3ヶ月滞納したせいでですね、うん、ずっと子供の頃から住んでた家を差し押さえられちゃうんですよ。で、路頭に迷うんですけど、まあ、モーテルで暮らさなきゃなんなくなるんですけども、うん、そうすると、その彼を追い出した業者がいるんですね。うん、それが、もし君が、その、金を儲けて家を取り返したいと思うんだったら、うん、俺んとこで働かないかって言うんですよ。うん、そう。それで、この雇われて彼は、自分がやられた、その、まあ、追い出し屋をやることになるんですよ。はい。で、自分のように、その、まあ、借金を抱えちゃった人たちのところに行って、うん、強制的にそれを叩き出すという仕事をやって、というね、この監督ね、ラミン・バーラニという人は、その、まあ、格差社会の中で虐げられたものが、さらにその、他の人を虐げていくというものを描いていくんですよね。で、その、うん、ホワイトタイガーは、インドが舞台なんですけど、はい、その、これ、アメリカを舞台に同じ映画を撮ってた人なんですよ、だから。だから、うん、インドだってことは、まあ関係なく世界中どこでも起こる話として描いてるんですね。はい。で、例えばですね、この、貧しい主人公が運転手として金持ちの家に入り込むという話は、パラサイトがそうでしたよね。ね、あれもアカデミー賞取ってるんですよね。はい。韓国ですね。はい。うん、ね、で、あとね、村上春樹さんの小説が原作の韓国映画で、バーニングって映画があったんですよ。うん、あれが、すごい金持ちの、まあ、ボンボンと、すごく貧乏な青年との間に不思議な友情が芽生えていく話だったんですよ。で、友情の中でまた嫉妬もあってというですね、すごい複雑な怖い映画だったんですが、バーニングっていうのは、うん、それとも近くて、このアショクというその金持ちのお坊ちゃんは最後まで本当にいい人なんですよ。でも、まあ、その、うん、美しい奥さんをもらって、この野郎って気持ちもあるんですね、そのバルラムの中には。これね、多分なんですけど、アラン・ドロンが出た太陽がいっぱいがヒントになってると思うんですよね。はい、太陽がいっぱい。うん、見ました？見ました。あれ、アラン・ドロンがものすごく美しいんだけど、はい、頭もいいんだけども、うん、ものすごく貧乏な若者でね。うん、で、ところがその金持ちのボンボンとすごく仲良くなるんですよね。うんうんうん、で、金持ちの部門に気に入られて、俺の服着ていいよとか言って、うん、着せてもらったりするんですよね。はい、そうそうだ。うん。その辺もね、そっくりの描写があるんですよ、この映画。はぁ。タイガーって。うん。あれは衝撃のまた終わり方ですけどね。そうなんですけど、彼はその、どんどんその、アショクが好きになって、それで二人でゲームやったり、うん、その完全、そこの、そう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 、この、ホワイトタイガーの、このバルラムっていうのはずっと金儲けしか考えてこなかった友達が誰もいないんですよ。で、生まれて初めての友達が、この、まあ、アショクなんですね、お金持ちのボンボンの。うん。だから、すごい切ない話ですよ、これ。本当ですね。ねえ。で、そこまで話しても、どうしてこの、ねえ、バルラムが大金持ちになったのか全然わからないわけですけど、うん、ヒントはね、うん、なぜ、その、まあ、インドの、シリコンバレーと言われるところがあるかっていうと、うん、そこも実はアメリカとの関係で、その、まあ、アメリカの奴隷みたいなところなんですよね。あの、だから、うちのかみさんとか、まあ、働いてますけど、IT 系で、ね、うん、こっちの、彼女たちがずっと働いて、うん、夜、その、みんな終わるじゃないですか、はい、5時ぐらいに。終わると、その後、その仕事を全部インドが引き継ぐんですよ。あ、ちょっと下請け的な感じってことですか？そうなんですよ。あの、シスコシステムとかみんなそうなんですよ。あの、IT、シリコンバレーの会社って、他の業種と違って24時間フル回転してるんですよ。その、
昼間はそのアメリカで働いてんだけど、それで全部仕事を整理して、インドとかに出すんですね、下請けを。するとインドの人たちがものすごい低賃金でガーッと働いて、翌朝までにそれを仕上げてくるっていう感じなんですよ。だからすごく早くて生産量も多いんですけども、それはインドの、まあ、低賃金に支えられてるんですよね、シリコンバレーっていうのは。搾取の構造がアメリカとインドの中にもあるわけですよ、それが。ああ、そういうことか。そう。で、この映画の中で非常に大きくなってくるのが、コールセンターなんですよ。コールセンターって、アメリカの IT 系が、要するに、まあ、なんていうんですか、日本だと、まあ、問い合わせサービスですね。苦情とか。はい。その、IT とかハイテク関係の苦情は全部インドで受けてるんですよ。インドで一回受けるんですね。インドに全部電話が流れて、インドで全部苦情を受けるんですよ。で、24時間サービスとか24時間動いてるんです。その、インドのシリコンバレーでは。絶えず働いてるんです、誰かが。ね。で、そこで大きいのは、苦情があった場合に、その苦情をそこで抑えて、シャットアウトして上に上げなければ点数が上がるっていうシステムなんですよ。そう。で、要するにまあアメリカでのトラブルを全部インド人たちに尻拭いさせてるんですよね、コールセンターシステムって。で、まあ IT 関係だけじゃないんですけども。はい。だから、まあ本当に朝から晩まで働いてるんですけども、インドの人たちが。それが実は、このバルラムがお金持ちになったことと関係してくるんですよ。へえ。それ聞いても難しいんだ、はい、その上がりのそこまでスゴロクがいかないな、みたいな。そう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 。これものすごい、ものすごいアクロバットな話なんで。はい。まあ、ご覧になるといいんですけども、まあ、まあすごいヘビーな話ですけどもね。ね、前半全然ヘビじゃないかなと思ったらヘビになってくるんですけど。そうですね。でもなんか聞いてると確かにその、はい、感情も複雑ですね。簡単には割り切れないというね。そう、簡単には割り切れないんですよ。そう。これはすごいですね。この監督はまだそんなに注目されてないですけど、うん、まあすごい映画を撮るんで、またやっぱりね、イラン系の人ということでね、うん、そういうそのアメリカのマイノリティの名監督が生まれるんだろうなと思いましたね。はい。で、もう全然聞いた人は一体どうなるのと思ってると思いますが、うん。はい。はい。それはまあネットフリックスで見えますんで。はい。ラミン・バーラニ監督のね、ザ・ホワイト・タイガーでございます。はい。うん、はい、ということで、はい。さすが脚色賞と思いました。あ、はい、そうですか。やりたい、ねえ、ラミン・バーラニ監督のそのアメリカのはドリームホーム、99% は操る男たち、はい。で、今回がザ・ホワイト・タイガーという作品です。はい。はい、わかりました。ちょっと楽しみに見させていただこう。町山さん、はい、ありがとうございました。どうもでした。TBS ラジオ。玉結び。玉結び。